ートの日ってキャパ何人なん？そんななんか10人ぐらいしか来ないんじゃないってぐらい落ちてない？みんな大丈夫そう？よし、ちょっと乾いてないんだけど、まあいっか。お、でも当選してる人もいるんだ。よかった。全員落ちてんのかと思った、ここにいる人。はい、ということで皆さんこんばんは。さて今日も始まりました。え、私最近マジでストレートネックだなって思い始めてきて、ごめんなさいね、全然関係ない話なんですけど、なんか最近マジで首が痛くて、ちょそろそろ整骨院行こうかなとか思ってるんですけど、めちゃめちゃもう首やばい。マジレントゲン撮ってもらいたいレベルで首がずっと痛い。どうにか。でもストレート、でもなんか調べたらさ違ったんですよね。なんか自己診断みたいなのしたら前違ったから、どっちなんだろうなって感じです。はい、パンダさん、かわいい、ありがとうございます。ネバーストップさん、なんだっけあれ、短冊ありがとうございます。そう、最近携帯だけじゃなくてパソコンともお友達よくしてるからさ、それもあるんだよねきっと。うん、北里浩平さん、ぶっちゃんさん、西くんにさいちさんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。つーさん、なんだっけこれ、流れ星ありがとうございます。で、最近黒髪ストレート多め、めんどくさくて流れ星忘れすぎ。流れ星と短冊が出てこない。マイクさん、赤だるまありがとうございます。ふさくまさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さあということでなんですけど、おやばいやばいやばい、本日はですね、まあ皆さん気になってると思うので、もう早い段階から話し始めちゃいたいと思います。イエーイ。あ、ちなみにあのなんかそれっぽいことはしてません。なんだっけ、七夕っぽいことはしてません。はい、ということで、そうですね、まずは、まあ、乃木坂に越されました。皆さん見ていただけましたでしょうか。見てない方もまだね、まださすがに昨日の今日だから見れてないよって方もいると思うので、まあでも今回のに関してはそんなネタバレみたいな感じではないので、まあ喋っていきたいと思うんですけど、え、何から聞きたいですか、まず。ちょっとまず何から聞きたいんだろうね、聞きたいことから喋っていきます。なおちんさん、短冊ありがとうございます。
あなたの彦星になりたい竹兄さん、星流れ星ありがとうございます。選抜発表以外何をやったの？1話は最初からあの構成の予定。でもそれは分かんないです。それはプロデューサーさんに聞いていただかないとちょっと私には分からないんですけど選抜発表の時劇場、はい、いました。2さん流れ星流れ星が言えない、ありがとうございます。はい、そうですね、あの1話からあの構成だったんですかっていうことに関しては本当に私が編集してる人でもないし、私がディレクターでもないし、それこそ次放送され、まあ、今回それこそシャープゼロみたいな感じで紹介されてたと思うんですけど、なんだろう、それが今回そのシャープゼロじゃなくてシャープ1がなんかどんな感じなんですかとかっていうのも、シャープ1に関しても全くその1から台本があってこれをこうしてこうして喋っていきますっていう話とかではなくて、まあシャープ1を見ていただいたら分かるんですけど、本当になんだろうな、もうその場のね流れなのでそう本当にだからなんか分かんないそう、あれが最初からああいう構成だったの。なんかビンゴとかに関しては、まあ、それこそなんかオープニングトークはなんかこのメンバーがそのこういう話題について喋りますみたいな構成とかはあるけれども、今回のそう、でもそれは一言一句決まってるわけじゃなくて、そうなのでまあそういう感じなんですけど、本当に今回のテレ東さんの乃木坂に越されましたに関してはマジでもう何も知らされないままカメラが回ってって感じなのでうん、その番組自体の構成に関して聞かれてもちょっとねえ分かんないですって感じですはい、なのでそうですね、分かりませんって感じなんですけど、あとはまあインタビュー自体はまあ45分ぐらい喋ったんですけど、まあもともとなんか使われるか使わないか、とりあえずそのディレクターの方がメンバー全員の今の気持ちとか AKB に関するなんか経緯とかそういうのを聞いて、それをその保存用として取っておきたいけどもしかしたら使うかもしれないっていうことで、メイクとかちゃんとバッチリにしていってあるので、なんか全然なんか使われる使われないと思って私も喋ってましたしそう、でもこの間のひろゆきさんと初めて対面した、リモートで対面させていただいた収録の時にディレクターの方に別のことで質問させていただいたんですけど、そしたら、あ、橋本さんねみたいな、橋本さん本当に熱い思い語ってくれたからインタビュー使わせてもらったからぜひ見てねって言われてあ、見れないんですけどTVer さんで見ますって言って、そうだからちょっとみんなに見てねってちょっと言ってたんですそうだからそうですね、作太郎さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。そんな感じです。ムカつくコメントがあるのでムカつくって言いますなんか昨日もなんかイライラするって話させていただいたんですけど、なんか昨日だけじゃなくて本当に選抜発表がされてからなんかそれこそ次の選抜にはハルピョン絶対入るよねみたいな、そういうコメントに関しては本当になんかイライラしててうん入ってないんだよこっちはって思いながらイライラしててそうなんかでも発表されたってことも言えないし、私たちの口からは発表誰とは言えないけど発表されましたってことも言えないし、だからなんかその話はやめてくださいとも言えないじゃないですかでもなんかみんなはなんかハルピョンは選抜入りだよねみたいなコメントをすごい来てて、
なんかもうこっちの気持ち知ってよみたいなって思いながらちょっと配信をねしてましたパンダさん短冊ありがとうございます。作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。まあ、私もハッシュタグ AKB48 の大逆襲で結構いろいろねそのハッシュタグのみんなの感想とかを見てたんですけど、あのまあ番組が終わると同時にえっハルピョン選抜入りおめでとうみたいなツイートがなんか 2,3 個流れてきててまあ私も何の話をしてるんだこの人たちはってそのツイートを見て思ったんです。いや私は入ってないぞと、私はあの時呼ばれてないぞと思いながらそのハッシュタグのを見てたんですね、みんなのコメントをそれで、まあ、実際ちゃんとその TVer さんで30分間確認させていただいて、まあ、25分だったんですけど、実質 CM とか覗いたら25分だったんですけど、見たら確かにあのあっからのインタビューの流れはいやこりゃ選抜に見えるわと思ってそうなんか何もいや別に編集のせいとかそういうわけじゃないですよ全くもってうん、でも全然そういうわけじゃなくて、でもなんかそうやってなんかハルピョンおめでとうって言ってくださるぐらいその私がなんて言うんだろうな選抜に入って嬉しいって思っていただける方がいるんだなって思ったし、あとはそのなんだろうなんかそれを間違えちゃうくらい私が今こうやって選抜に入ってもなんかなんだろう入れるんじゃないかみたいなそう思ってくださる方がいるんだなってことに関してすごいなんか嬉しいなってそう思いました。ただ私自身は今回なんだろうな、まあ自分もねそりゃ心の中では祈ってましたよ、呼ばれないかなって。なんか一人ずつ名前が呼ばれてったんですけど心の中では呼ばれたいなっていう気持ちはすごいありました。でもなんか AKB をこれからもっともっと強くするよ、もっともっともう大きなグループにしていくよってそうそういう今回そういうシングル、まあ、そういうシングルなのか分かんないけど、そういうまあコンセプトでこの番組もあるし、そういうコンセプトで今 AKB をめちゃめちゃなんだろうどん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 もっと上にっていうコンセプトだから、なんかそこの選抜になんか入ったら入ったで絶対これプレッシャーだよなとかでもそりゃ選抜に入るっていうのは AKB にいて絶対に叶えたい夢だしっていうのも思いながら私はあの選抜発表の場を聞いてましたそうすみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。812日ありがとうございます。はい、だからなんだろう、ただその選抜発表の中でメグさん一人だけがすごい泣いてたんですよ。すごい嬉し泣きをされてて、なんかそのメグさんの嬉し泣きになんか心がキューってなんか私的にはいやまあみんなの中ではさそんなになんて言うんだろうな、あの選抜発表の時間が結構タイトだったから、放送された時間が結構タイトだったから、それぞれメンバーのなんか呼ばれた瞬間の表情とか多分見てない方が多いと思う、まあ見てないと思うんですけど、本当にもうみんな無だったんですよ本当にあの場はマジでもう凍りついてるぐらい無だった中で、本当にあのメグさんの涙がなんか本当にもううってそうなりましたね。だからなんかうわー、だから多分放送しても多分本当にみんな無すぎて反応が無なんですうん、いや分かんないよ、私もそのメンバーの顔を見てたわけじゃないから分からないけれども、もうなんか立ち上がる瞬間とかもはいみたいな、なんちゃらなんちゃらさんはいみたいな、もう終わりうん、無
なムーンで、なんかそうなの。だから多分タイトになっちゃうんじゃないかなってそう思いますねうん、そう本当にあの雰囲気はめっちゃ怖かったです。はい、今日画質良くない？加工してるの？え、教えてください加工の仕方。私加工なんかそんな、なんかなんて言うんですか、なんかギリギリその分かるか分かんないかぐらいの加工をしたいとかそういうことじゃなくて、なんかめっちゃ目を大きくしてなんか遊んでるメンバーとかいるじゃないですかそう、なんかえ面白いみたいな感じで遊んでるメンバーとかいるじゃないですか。なんかそれやりたいんですけど、どっからやったらいいのかも分かんないし、多分アップデートしてないからできないんですけどそうやりたいのにできないやってみたいのにできないの、悲しい現実。いつも可愛いですよ橋本ハンって、カッポーさん、あらこんにちは、こんばんはかこんばんは、ヤッホーですありがとうございます、いつも可愛いですよ、だって嬉しいえ、遊びたいです、私もこうやって宇宙人みたいにして私も宇宙人になりたいね、何かいい案件ありますかどんな質問やねん本当にパンダさんハートありがとうございます、キュンですありがとうございます。宇宙人になりたいです私もまあそれは置いといてそうですね、なのでめっちゃなんだろう、まあ、とりあえず私は場はすごくなんていうの、心がシュンってなってましたはいでも本当にそうやってそのなんていうんですかね、なんか紛らわしいって言ったらあれですけどお選ばれたのかこの人みたいな感じのインタビューになった時に、食べ物は何が好きですかだって、えフルーツ、あチョコ、なんか何が好きっていうよりチョコレートと、甘いも、あ違う、チョコレート辛いもの苦いもの、なんか大人の味のものが苦手です、それ以外は基本好きです、食べれます何でも、はい、イエイいきなりすぎるそれね、それ以外は基本食べれます、あとコーヒーも苦手ですね、なんか本当に大人わさびとかコーヒー、なん大人が食べそうなものとチョコレートが苦手、それ以外は食べれます何でもあ虫も食べません残念ながら虫は一生食べさせないでください私には、はいそうです、はい、なんだっけあだからそのまあ「え入ってるの？」みたいなそういうコメントがまあたくさんあったん、あたくさんっていうか、まあ、それなりにあったんですよそうで、そのコメントを見てなんだろうな、正直本当になんかそうやってハルピョンに入ってほしいと思っていただけてる人が少しでもいるっていうことがなんか今回分かったっていうかそうなのでなんか良かったなって思うし、まあ、インタビューもなんだろう、使われるか使われないかだったら絶対に使われた方が嬉しいし、私は地上波は本当に M ステさんぐらい、 M ステさんなんてめちゃめちゃ大きな番組ですけど、でもまあこんなんだったし、なんか喋ったっていうより歌って踊ってパフォーマンスしたって感じなのでなんだろう、
地上波であんな顔をビッグにドーンで喋ったのは、まあなんていうの、地元のテレビ局を除いたらほぼ初にね、初めてですよね。覚えてますか、誰かなんかこれあったよ忘れないでとかいうのありますか？わかんないけど、なんか初めてじゃないかなって思うので、はい、地上波では初めてですよねきっと。だからよかったです。あ、ミラモンさん確かにミラモンさん、でもあれは食レポできてたのかな。ミラモンさんはもうそうですね、食レポできてたんですかねあれは。はい、まあただただそうです、食べて喋っただけ。うん、まあでもまあ最近年初めてなので、どこまでを近年とするか、はい、なので本当に使われないよりは。 AKB 賞さんは地上波じゃないっしょ、 BS でしょ、あれは BS だよ。うん、だからなんだろう、まあ本当にうん、ああやってインタビューを使っていただけたことがまず私は嬉しかったです。はい、そうですね、まあまあ、どうしてあの話になったかって話をさせていただきますと、いやもちろん私もまだまだ自分自身が育っていく立場だと思ってるんです。もちろんそれは絶対そう、 AKB の中では絶対そうだと思ってます。まだまだ自分もその成長しきったと思ってないから。作太郎さん、ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ツーさん、流れ星ありがとうございます。なおちんさん、短冊ありがとうございます。はい、そうです。なので私自身もまだまだ全然もう成長しきったと思ってないし、なんかなんて言うんでしょう、本当にそのなんか最初のあの 内容最初発表されてないんだけど、なんかこういう感じですドンみたいな発表された時に、一番最初ね、その6月選抜発表の後ぐらいにちょっと一回企画内容説明みたいなのがあったんですけど、まあ超簡単な超アバウトな説明っていう説明なのかもわからないぐらいの説明があったんですけど、その時に本当に分かんなすぎて、なんか今後 AKB ってどうなるんだろうって本当に分かんなすぎて、なんかすごい不安になっちゃって、あのインタビューの時に今後の AKB って本当にどうなるんですか、特にそのなんだろう、 AKB って言われてるけど8ってどうなるんですかって、なんか AKB はって言われて、じゃあ8ってどんなくなっなんかなくなっちゃうっていうわけじゃないけど、なんか8って本当にどうなるんですかみたいな、この企画を通してなくなるとかないですよねみたいな話をしてたら、なんかちょっとねうるうるしちゃったんですよ。本エイトが好きなんですよみたいな。はい、そう、何もなんか企画がやばかったとかそういうことじゃなくて、企画が分かんなすぎてエイトってどうなるんですかって聞いちゃって、それはしかもさ、テレビのさプロデューサー、ディレクターさんに聞いても、いやそれは運営さんに聞いてくるよって多分話なんですけど、なんかそういうのもなんか思っちゃって、エイトってどうなるんですかって聞いちゃったんです。はい。絶対聞く人違ったんだけど、でそれはじゃあどういう意味って聞かれて、その後にそうで、なんかそう、なんか8はその例えばなんだろう、全国ツアーも終わっちゃったりして、そのそれとかまあ2年とか3年ぐらい前からその地元地方で行われるイベントとかもなくなっちゃったりしてっていう話をしてたら、なんかどんどんうるうるしちゃって、で初期面って言われるメンバーもどんどん卒業して、なんかそのもちろん
今いるメンバーもパフォーマンスをすごい頑張ってるけれども、やっぱりその初期の頃に比べたらとかって言われることが多くてみたいな話をしてたらもう泣いちゃってそうそうなんですよ。はい。でそうしたら、まあ、その後に、まあ、それこそなんかユッキーナと話してたんです。その時になんか劇場出ないで卒業するのみたいな話をしてて、その全然 LINE でね連絡を取り合ってて、でそれこそ19年組の子たちもその劇場出れずにとか、今全然今劇場出てない子もいるかなみたいな話をしてそうしたらそこが使われたって話ですはい。だからなんだろう、なんか私がもうこれからその子たちを育てていくだけの立場になります、もう自分が育つっていうよりもメンバーを育てる立場に行きますみたいな、そういう話じゃなくて全くもちろん自分ももちろんね、そんなごめんなさいね、欲張りなんです、強欲なんです私は。はい、そろそろ21なんだからよってお前も8でそろそろ身引けよみたいなね話をきっとする人もいると思いますでもまあもちろん私も、まあ、7年いて8年目に入ってなんか考えますよいろいろただなんか自分的にはもちろん自分でも前に行きたいし、でもそうやってその劇場に出れてないメンバーとか、まだ本当に綺麗な景色、皆さん客席じゃない、ステージから見る綺麗な客席のところも見たいっていう気持ちも、見せて一緒に見たいっていう気持ちも大きいからっていう気持ちなんて言うんですかわかんないんですけど、あでもとりあえずなんか私は育てていくだけの立場になんかつくんじゃないかみたいなコメントとか、そのなんかハルピョンもまだなんか育てられる立場なんて言うんだよ、そのハルピョン自身もまだ育っていく立場だと思うみたいな、ハッシュタグ AKB の逆襲大逆 AKB48 の大逆襲でそういうコメントも見たんですけど、私もその育てるだけの立場にいるっていうのだけではなくて、もちろん自分自身ももうどん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 まだまだ、そんなんドボンあんなやってる人がだったらお前ドボンねって言うよねそうですね、はい、まだまだ私の欲は上に行きたい前に行きたいっていう欲は全然なんて言うんだろう、なくなったわけじゃないのではい、そうですね、なのでまあもちろんあれだけを見るとそう感じてそう捉えてしまう人もいるかもしれなかったけれども、もう私のね喋りのなんだろう、多分切るタイミングとかが悪かったかもしれないんですけど、まあでも全然まだまだ私は辞める気はないのではい分かんないですよ、急になんかよーってなるかもしれないけど今のとこそんな予定はないんですけどサク太郎さん、タケ兄さん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。いや分かんないですよそんなどうなるかはい、まあでもそのなんだろう、今回とにかく本当に何も顔もその選抜メンバー以外でしか、選抜のしかも選抜のメンバーだってさ、正直さその顔の写真がさ、アーティスト写真壁写が一瞬パッて写っただけで、なんかドーンってフューチャーされたのってだいぶズッキーとかゆいゆいとかナナさんとか、あと横山由依さんとかメグさんとかゆきりんさんとか
だったじゃないですか。その中に私が入れてたっていうのが、はい、嬉しいです本当に。マジカのバナナちゃん短冊ありがとうございます。作太郎さん、タキニーさん、ハートありがとうございます。キュンです。ツーサウンド流れ星スターって落としちゃった。ありがとうございます。そうだから嬉しいなーって思いました。ただなんかこれからその新曲発表とかってなった時に、なんか私の気持ちも考えて、ハルピョンは選抜入り確実だねとか、選抜入りもすぐそこだねとか、なんかそういう話はちょっと私、そうですねちょっとって、まあ選ばれてたら、いやそうだといいですねとか言えるけど、なんかね、なんか何とも言えない気持ちになるのではい、ちょっと察してくださいって感じですレクサーさん、マックメックさん、ハートありがとうございます。キュンです。チャインコさん、流れ星ありがとうございます。はいそうですね、本当になんだろう、選抜が発表だから6月6日以降にみんながそのそれこそ6月6日終わって選抜発表終わった後にその新曲の選抜をこの番組で発表しますみたいな言われた時に、正直みんなが言ってくるのがめっちゃ怖かったうん、まあ、もちろんみんな言ってきてたわけじゃないから、みんながっていうのも一括りにするのも違う話なんだけど、なんかうんそうですね、なんか入ってないのになーって思ってました正直それこそ今回はなんか AKB だけのシングルっていうこともあって、この年までよりも枠がもちろん広く多くなったわけじゃないですかそうなんです。すみちゃん、流れ星ありがとうございます。イエイ。そうなんですよ。あ、泣いてないですよ。ちょっと左目が痒くてすいませんね。泣いてるように思っちゃったらすいません。うん、だからなんだろう、入ってほしいっていうコメントはすごく嬉しいし、なんかすごく嬉しいんだけど、入ってほしいは嬉しいけど入るよねみたいなのはちょっとハーピョンうんってなるからうん、なんかでもそうやって思えるようになったのも嬉しいです。だってこれまでは入るよねって言われることもなかったじゃないですか。うん、なかったんです。入ってほしいだけのコメントしかなかったから、なんか入るよねっていうコメントをかけてくれるっていうか、そういうコメントを目にするようになったのは本当に嬉しいことで、なんかそうやって思っていただける人がたくさんいたりとか、まあ、少なくとも私の配信を見に来てくださる方にはいるっていうこともあったりとかっていうのがあるので、それに関しては本当に嬉しいことだし、だからこそ私もなんだろう、入るよねっていう言葉を現実にしなきゃいけないなって思ったし、ミダゾラムさん、ミダゾラムさん、短冊ありがとうございます。ありがとう。お肌のコンディションは毎日グッドです。はい
私はお肌はね、そうなんですよね。タイプ A ドボン選抜、タイプ B エイト選抜、タイプ C すっぴん選抜で全部制覇 できるかな。すっぴん選抜入れるんかな。寝起き選抜は絶対入れない。寝起きはマジやべえ 寝起きはマジやべえから入れないんだけど、なんか寝起きの顔がやばいっていうより、なんて言うんだろうな、寝起きのすっぴんがやばいっていうより、寝起きのこの眠そうな感じがやばい そうそうそう、本当に だからそうなんです。だからそうですね、はい そんな感じ。サットさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。コスプレ選抜はどうだって。あ、制服を着たらコスプレに見える選抜ですか ああ、なるほど。すみちゃん、ハートありがとうございます。キュンです。さっつんさん、さっとさん、さくたろうさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さばっかりだな。さっつんさん、さくたろうさん、さっとさん さ すごい。さしかない。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。 W さん、ゆきりんさん、神吉8年さん、短冊ありがとうございます。さしか言わない。パンダさん、サミちゃんさん、やばい ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ツーさん、流れ星ありがとう。山内さん、短冊ありがとう。エイチャさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ネズミキャンさん、短冊ありがとう。これ短冊って私どれぐらい言ってんだろう今。エイチャーさん、北里浩平さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ありがとうございます。さあ、タイプ D、 タカガール選抜忘れてた。忘れないでください。大事。一番、あ、一番ではないか、3番目ぐらい1005、あ、1095。うーわ、微妙 なんか食べたいとも言えないし サスーさん ミラーボールありがとうございます。さ、ね、待って、ごめん、みんな、さはやめよう。ふみやさん、しゃいんこさん、ふみやさん、たぬくありがとう。しゃいんこさん、なんだっけこれ、流れ星ありがとう。酒兄さん、
短冊ありがとう。サスーさん、サスーさんの歌わなきゃ。サスーさんのミラーボール、あと1個って言ってたね。俺これで終わりだ。誰かの愛が輝けば消えてもいい、僕は。ありがとうございます。 A ナッシュさん、ハイビスカスありがとう。サイクさん、これなんだっけ、ハートありがとうございます。キュンです。サーさん、もうやだ、短冊ありがとうございます。サーはやめましょう。桜色のときめきコバピョンさん、短冊ありがとうございます。ちょっと待って、フルーツゼリーは食べたいんだけど、あと1000個はちょっと1時間はちょっと厳しい今日まででしょ、だってあと1時間は厳しいよ。うん、サルキャンさん、赤だるまありがとう、ありがとうございます。あと1時間で1000個って、1000×100 でしょ、100ゴールドですよね。あれ、何ゴールドですか。サノッチさん、流れ星ありがとう。サク太郎さん、なんだっけ、短冊ありがとう、短冊ありがとう。さやかさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。流れ星でも、あ、そうなの、流れ星でもいいんですか。待って、あんまり知らないんだよね。なんかさ、いつもさ、詳細とか送られてくるんですよ。そうなのに今回送られてきてないからさ、それも知らなかったの、始まってることも知らなかった、何にも。流れ星どうなの、短冊だけじゃないんだ。わかんない、短冊だけだよみんな流れ星は違うよ短冊だけだったうん、ちょっと待って、どうしよう、待って待って、みんながでも投げる気満々ならいいんだけど、どうしよう。まあ、とりあえず無料のね、青短冊は皆さん全員絶対に投げてください無料の青短冊は投げましょう。カナリンさん、バージョン R さん、サマウッチーさん、くじの大悟さん、サスカールさんシャインコさん、くじの大悟さん、短冊ありがとう。あわれさん、吉野528さん、青短冊ありがとうございます。ちょっと待って、線ってどう、分からんもう待って、だからいつも同様、ハートを100個投げるなら短冊ピンクの1個。パンダさん、ピンク短冊ありがとう。エビさん、ブラックタイ、エビさんとブラックタイガーさんって人がいるんだけど、面白すぎない？同一人物ですか？エビの種類ですか？何ですか？青短冊ありがとうございます。エイチャさん、青短冊ありがとうございます。イノイさん、ピンク短冊ありがとう。ライチさん、DD テロヒロさん、青短冊ありがとう。サスーさん、北里浩平さん、ピンク短冊ありがとう。キクアニさん、ピンク短冊ありがとう。聞いてください、私。キアザができました。なんか、ちょっと前に青技ができて、そう、それを痛いなーと思って放置してたら、キアザになりました。酒兄さん、西くん23133、ぶっちゃんさん、ピンク短冊ありがとうございます。黄色のあざができた。悲しい。ねえ、なんか難しいですね。
なんかでも正直本当に何だろう、今回のあのテレビ番組はなんか そうですね、なんかどれぐらいのあれなのかもわからないし、どういう感じのあれなのかもまだ全くわからないんですけど、まあ全くじゃないけど、前よりかはわかるようになったけど、そんなにわからないので、まあ楽しみにしてくださいって感じサインコさん、サスーさん、ピンク短冊ありがとう、マサヒロさん、ユウさん、青短冊ありがとう、ともゆきさん、サスーさん、パンダさん、吉野528さん、ピンク短冊ありがとう、船右衛門さん、水色短冊ありがとう、サットさん、水色短冊ありがとう、ゆうちゃんさん、ポムさん、水色短冊ありがとう。それよりワイは六本木が開催されるか不安。あのね、でもね、なんか六本木アイドルフェスって言いながら私横浜なんですよ、私たちが開催されるのだから。前日の渋谷は正直微妙かもしれないけど、横浜はワンチャンできるんじゃないって思ってます緊急事態宣言じゃないから。横浜は神奈川でしょ、横浜、え、ゼップ横浜が神奈川じゃなくて東京にあるってことありますか。それは違う、さすがに違うよね。サミちゃんさん、サスーさん、ピンク短冊ありがとうございます。神奈川ですよね。いやほらよくあるじゃん、なんか東京ディズニーランドって言って千葉にあるとかさだからゼップ横浜って言っときながら東京にあるっていうのあるかなと思ったんだけど周りの県が東京を名乗ることはあっても逆はないなるほどね笹月さわやか、パンダさん、ピンクだるま、間違えた、だるまじゃないよ、ピンク短冊ありがとうございます、間違えた。うわてるちゃんぐさん、いぬいさん、さすーさん、ピンク短冊ありがとうございます。なんかミックスジュースがここで溜まってた。ゲップじゃないです、ゲップなんてする人いません、人じゃないや、アイドルいません人はいます。アイドルはしません、わかんない、他の人はするかもしれない、アイドルはしませんは言いません、私はしません。え、でも私ゲップとかしたことないかも、マジで、ごめん、そんな日本語を喋ってることもまずアイドルとしてどうなんだって話なんですけど、したことないかも、本気で。サマグッチーさん、ヨシヒラさん、なんだっけ、短冊、ピンク短冊ありがとう、コーラ一気飲み、コーラ一気飲みしたことないんだよね、てかコーラ苦手なんです私やばい、カッポーさんに言うの忘れた、私コーラも苦手なんです、はい。コーラ苦手なの。サックミックさん、タピンク短冊ありがとうございます。さやか、さわやか、ささやか、さやかさん、ピンク短冊ありがとうございます、言えますよ
言えますよ。48グループウォーターを舐めないでください。サスーさん、ピンク短冊ありがとうございます。吉平さん、ピンク短冊ありがとうございます。ありがとうございます。笹大好き爽やかパンダさん、ピンク短冊ありがとうございます。炭酸は大好きです、飲めます。ただピンクじゃない、ピンク短冊で頭いっぱいになっちゃった、間違えた。ピンク違う、なんだっけ、コーラだけが飲めないんです本当に。うん、コーラだけが飲めなくてね、困ったもんだ。48ドゥン、えてか飲めなくはないと思う、なんて言うんだろう、飲まず嫌い、そうだから分かんない、急に飲んだら美味しいって言うかもしんないけど、うん、もしかしたら。だから誰かコーラ持ってきてください、今ここに募集中。さあさあさあさん、ピンク短冊ありがとうございます。コーラ味のグミ大好き、コーラ味の飴も大好き、うん、謎だよね。謎すぎる。ラムネも大好き、なんか、そうですね、まあいろいろ思うことはありますけど、今回の番組に関しての話なんですけど、いろいろね、どうなるんだろうとか、まだ何を、なんかまだ確定でこれをやるって決まったわけじゃなくて、なんかこういう例ですみたいな。ハルピョンはもう七夕イベント達成してないの、さぞなみさん、青短冊ください。そうだから、なんか正直どうなるんだろうっていうのが本当にまだまだ分かんない。そう、多分そのスタッフさんも手探りなのかな、何なんか分かんない、まだっていう感じが多いかったから、なんでしょう、まあできるだけみんなでね、また作っていって、いければいいかなって思ってますし、本当に難しいところではあるんですけども。あ、さぞなみさんが本当にくれた青短冊ありがとうございます。ひでさんも青短冊ありがとう。サムカゼさん、青短冊ありがとうございます。まあ本当にわからないことが多いんですが、まあくまとひなのさん、18個短冊、私橋本春奈、漢字が一つ違うかな、漢字が一つ違うかな、今1425、嘘、私のとこで今1108だったから、もうこれは無理だと思ったんですけど、これ1108って書いてある、これは無理、こんなにみんな投げてくれて1108は無理だと思ったんだけど、その1400あったんだ。あと、嘘、そんなことある、あと500個ぐらい。レノンルームさん、青短冊ありがとう。サスカールさん、ピンク短冊ありがとう。サスーさん、ピンク短冊ありがとう。ヒデさん、青短冊ありがとうございます。
まあでもとりあえずみんなが多分聞いてほしい聞きたいのは多分選抜に関してだと思うんですけど、まあ根も葉もルーモアということで新曲なんですけど、まあまだどんな曲かも私知らなくてはい知らないんですけど、まあ誰がセンターなのか、いつでどこで新発表なんていうの、どこで新初お披露目なのか分かりませんがはい、9時の大吾さん、サスーさん、ピンク短冊ありがとうございます。そうですね、なんかレッスンは結構この話していいのかな、前からしてるっぽいです、はいうん、それぐらいはいい笹大好き、爽やかパンダさん、ピンク短冊ありがとうございます。クローニンさん、クローニンさんかな、クローニンさん、水色短冊ありがとうございます、青短冊かありがとうございます。うん、結構どんな曲かも分かんないし、歌詞も分かんないし、どんな感じなのかも全く分からないんですけど、いつか披露すんのかな、私たちも分かりませんが頑張りましょう。まあなんだろう、それこそ、まあ、もちろん悔しいですよもちろん、ちょマジでストレートネックやばすぎてしんどいんだけど、悔しい気持ちはあるんですけど、でもなんかもちろん悔しいって気持ちは多いけど、なんかそれよりその選抜発表されてた時にもっと選抜に選ばれた子たちには喜んでほしかったなっていうのが正直、多分選抜に選ばれた方々はきっとなんか他のメンバーを、私たちその選ばれてないメンバーを気遣ってあんまり多分表現してない、自分の心の内を表現してないと思うんですけど、なんかもっと嬉しいなら嬉しいって表現してほしかったなっていうのが私の気持ちまあもちろん多分その選ばれた方にも選ばれた皆さんにも気持ちはあると思いますよ。そういう私たちのことを考えてあんまり表現しないっていうのはあると思うんですけど、なんかねうん、っていう感じ。もちろんなんかどっちもそうなんだよなっては思います。まあもちろん個人の配信とかでは喜んでる姿がきっとみんなには見せてると思うから、まあそれはそれでいいんですけどなんかだからこそメグさんのあの涙は本当に私の胸はなんかキューンってもうそれ、そうなんかその涙を見てはないし、その音としてしか聞こえてなかったんです。まあ別に誰もみんなに泣けって言ってるわけじゃなくて、ただなんかシーンってなってるのがなんか喜んでって思いましたうん、本当に。だからなんだろう、まあ、もちろん選ばれた方には選ばれた方なりの気持ちとかがあるだろうし、まあ、だからこそなんか
メンバーだけの場所で発表するとそういう感じになっちゃうのかなっていうのも多分今回運営さんは分かったと思うから、これからはファンの方がいるところで発表していただけたら多分メンバーも素直に喜んでるんじゃないかなって思います。はい。まあみんなも多分そのなんだろう、メンバーが選ばれた瞬間の表情をきっと見たいと思うから、ファンの皆さんも、うん、まあ選ばれてね、お前が言うのは何なんだよって話かもしれないんですけど、うん、でもなんか。そうなんだよね、みんながみんなお互いのことを思いすぎてるんですよ。選ばれたメンバーは選ばれてないメンバーのことを考えてあまり表現出さないようにしよう、選ばれてるメンバーは選ばれてないメンバーは選ばれてるメンバーにいやもっと表現してもいいのにっていう。そう、みんな気遣いすぎてる。なんかAKB はもっとなんかそれこそ自分が結構強欲だからもっとこう強欲な感じで行くべきなんじゃないかと私はそう感じます。なので私はこれからも周りにどんなことを言われようとファンの皆さんが大好きですってステージの上でもどれだけでも言っていきますし、そう思ったらはい、釣っていきますのでこれからも欲まみれで生きていきます。笹大好き爽やかパンダさん、ピンク短冊ありがとう。乾さん、ピンク短冊ありがとうございます。ありがとうございます。北里光平さん、ピンク短冊ありがとう。ハートもありがとう。キュンです。ポムさん、青短冊ありがとうございます。ありがとう。あざすあーもう首が本当にストレートネック今1821、わー、あと180、すごっ。ぶっちゃんさん、青短冊ありがとう。さみちゃんさん、ピンク短冊ありがとう。すごっ、皆さんありがとうございます。ずんだプリンさん、あー、ゆっきーの推しさんだって、ありがとう。青短冊、サスカールさん、マジカのバナナちゃん、ネバーストップさん、サクタロウさん、 A ダッシュさん、ピンク短冊ありがとうございます。あんまり言ってこなかったんですけど、私ゼリーが多分一番、ま、デザートの中でトップ5に入るぐらい好きなんですよ。タルト、ゼリー、チーズケーキ、あとザクザクっていう、今ミスタードーナツさんとコラボしてるんですけど、そういうなんかクロッカンシュークリームみたいなやつ、あとなんだろう、あと何が好きかな、そうなんです、実は。最初に言ってよ、ごめんなさい。なんか大福ゲットしたからなんかみんなに言うのあれかなと思ったんだけど、1000個超えてたから言いました。それで1800、1000個超えてなんか食べたいなって言ったら1800超えたから言いました。そう、大福がね、大福がなかったら言ってました、ゼリー食べたいですって、ゼリー大好きなんですよって言ってたけど、大福あったからなんかなーって迷っちゃった。ごめん。チャックンさん、水色短冊ありがとう。のいちさん、水色短冊ありがとう。ゆうごさん、ひろろさん、サックミックさん、さまうっちーさん、ピンク短冊ありがとう。たケニーさん、
ピンク短冊ありがとう。レクサーさん、カネッチさん、北里光平さん、笹大好き爽やかパンダさん、ピンク短冊ありがとう。タッシーさん、水色短冊ありがとう、ありがとうございます。そうなんです、ごめんなさい、言うのが遅くなりました。酒蔵さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。サツーさん、キクアニさん、ピンク短冊ありがとう。Aダッシュさん、水色短冊ありがとう。竹蔵さん、ピンクハートありがとう。ピンクハートって言っちゃった、そろそろ言ったかな、どうだろう、ごめんなさい。本当に今日いや迷ったんですよ、本当に。でもなんかフルーツゼリー食べたいけど、フルーツ大福もらっちゃったからなと思って。そうで、これね、なんか200とかだったらもう無視してました、言わないでいいやって思ってたんだけど、1000ってなんか微妙じゃん。うん、ね。サットさん、ピンク短冊ありがとう。タッシーさん、ヒデ太郎さん、水色短冊ありがとう。ジバジバジバジーバ、ジバジバジーバさん、水色短冊ありがとう。多かった、ちょっと。サットさん、ピンク短冊ありがとう。ラブカーナさん、ピンク短冊ありがとう。マーボーさん、水色短冊ありがとう。ノイチさん、水色短冊ありがとう。ベッキーさん、アブさん、キクアニさん、ピンク短冊ありがとうございます。ジュンさん、ショールーム見てハルピョン知って、昨日テレビで見て可愛いな、嬉しい。あんな号泣は、ごご、いや、ちょ、あ、号泣、え、なんだっけ。号泣コメントだったのに嬉しいです、ありがとうございます。なんか昨日の放送後からかな、わかんないけど、フォロワーさんが、実は、まあ、ツイッターのね、フォロワーさんが、まあ、ボーンって増えたってわけじゃないっすよ、もちろん。そんなこっちゃないっすけど、まあ増えました、ちょっと。ありがとうございます。最近本当になんかいつも増えつつあり。嬉しいなって。うなぎですか、うなぎかわかんないけど登ってます。ありがとうございます。さてさてさて、どんな感じ、達成してるんか。あと140、どうだろう。作太郎さん、ピンク短冊ありがとう。ネバーストップさん、ピンク短冊ありがとう。北里光平さん、ピンク短冊ありがとう。笹大好き爽やかパンダさん、ピンク短冊ありがとう。丸さん、水色短冊ありがとう。君はペガサスさん、赤だるま、ありがとうございます。今年だけでどれくらい、わかんない、去年どれくらい増えたんだろう。酒蔵さん、のいちさん、酒蔵さん、菊兄さん、おのっちさん、ゆうごさん、ピンク短冊ありがとう。のいちさん、水色短冊ありがとう。ね、もうちょっとで反映されると思うんだ、ちょっと待ってね、みんな。私が始めたのがギリギリだから悪いんですよね、本当にごめんなさい。もう今日はいっぱい謝ります、皆さんごめんなさい。まず謙虚に行き過ぎました、ごめんなさい。ゼリーが食べたい時は食べたいって言います。マグさん、水色短冊ありがとう。作太郎さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ともゆきさん、ひろろさん、サプライズレバーさん、ピンク短冊ありがとうございます。あとどれくらい、ちょっとじゃあ40分ぐらいで一回見ましょうか。本当にごめんなさい、みんなごめんね、ゼリー食べるわ。もう笑う気満々なんだけど、なんかあれもう消しちゃったかな、
ゼリーだけでなく俺らのことも好きって言ってほしい。みんなのことが大好きです。あは、ね、あはは、7月、あーもう消しちゃってるかもしれないわ。なんかね、昔短冊が飾られてたところにの短冊、なんかもう20とか21とか、嘘だ、21じゃないわ、2019あたりの年の時にママとテックテックしてた頃、本当にそうのぐらいの時に、なんかどっかに笹があったんですよね。そう、富山駅、でも富山駅でそんな笹まじまじと見るか。全然覚えてないけど、どっかに笹があって、その笹を見たんです。そう、なんかどんな感じかなと思って、みんなってどういうこと今願うんだろうなって思って見て、そしたらなんかとあるこのね、あの短冊、女の子の短冊に48に会いたいですって書いてあったの。そうで、今でも AKB に会いたいって思ってくれるこんなちっちゃな子がいるんだなって、私もっと頑張ろうって思ったんですよ。そう、その時もう嬉しいと思って、でも48じゃなくて48ってか、まあ、もう分かんないところも可愛いわと思ったんです。でまあしばらく月日は流れて、私はね、水溜りボンドさんのとかのいろんなね動画を見るのが好きな、 YouTube ヒカキンさんとかの動画も見ますし、結構いろんな方の YouTube を見ることがすごい好きで、なので動画を YouTube を見てたんです。そしたら48って書いてあるなんかとチャンネルが出てきて、ほっと思って、 AKB って新しいチャンネル始めたんやと思って、でもなんかサムネに男性いるんやけどって思って見たんですね。そしたら48さんっていう男女4人、違う、男女4人ずつ8人組の YouTuber さんがこのように存在されてたみたいで、ちょっと私その頃本当にまだ知らなかったんですけど、その女の子はその YouTuber さんに会いたかったみたいです。はい、とても勘違いをしました、ちゃんちゃん。はい、でも今はめっちゃその48さんの YouTube めっちゃ見てて、そう私の推しの子、推しの子って言うとあれない、推しの方は音羽さんっていう男装女性んなんですけど、めちゃめちゃなんかもうイケメンなんです。はい、めっちゃ可愛いイケメンさんなんです。そう、男装をされてる女性の方なんですけど、めっちゃ可愛いんで、はい、推しだよってことだけ伝えときます。達成したってよってコメントが多い、嬉しい、やばい、どうしよう、待って、みんなに言ったら達成するんだ。ありがとうございます。フルーツゼリー食べます。作太郎さんハートありがとう。サミちゃんさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。ネバーストップさんなんだっけ、ネバーストップさん流れ星ありがとう、ありがとうございます。達成、わーすごい。エイチャさん流れ星ありがとう。フルーツゼリー皆さんありがとうございます。もう本当にみんなのことがゼリーに見えます。え
サックミックさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう、ありがとうございます。まさひろさん、北里小平さん、マジカナバナナちゃん、サックミックさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。じゃあそういうコメントがあったからね、私が本心で言ってるわけじゃないですよ。みんなのことがゼリーに見えますなんて本心で言ってるわけじゃないっすよ。違いますよ、そういうコメントがあったから読んだだけであって、はい、違いますよ、私が本心で言ってるわけじゃないですよ皆さん。やばいやばい、どこ、橋本春奈どこいないんだけど。なんかね、顔はなんか分かったんですよね、私オカリナって結構ちょっとミーヒちゃんに似てる、二重のミーヒちゃんに、ほんなんかなんか髪の長さとかはまあもちろん違うけど、なんか輪郭とかスッてした鼻とかなんか似てるんです。で乙葉さんも結構なんか輪郭とかスッてした鼻とかめっちゃ似てるんですよ。なんか多分そういうお顔の女性がすごく好きなんです、はい、って思いました。今オカリナのあれを見えて今オカリナのこれ探ってたら、わ、本当だ、達成済みになってる、ありがとうございます、ありがとうございます。ゼリー食べます、ゼリーしか食べません、これからもう一生ゼリーを食べて生きていきます。あとフルーツ大福はい、ありがとうございます普通のご飯を食べてください、わかりました、ごめんなさい、普通のご飯も食べて生きていきます、はい、てる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 、ホタルイカ味のゼリー、美味しくなさそうホタルイカはホタルイカで出るから食べるからいいんだよ六本木アイドルフェスハルピョン出ます、8月1日出ます、来てください、待ってます、出ますよ、チーム8六本木アイドルフェス東日本選抜出ますので申し込んで横浜であります、ゼップ KY ゼップ横浜、皆さん待ってます。あとは明日7月8日19時半からネモスさん見てください。あの本当に何だろうな、みんなマジで期待しないでっていうのは先に言っときますなんか企画の趣旨とかを見るときっとハルピョン大得意分野じゃん、まあこれは前から言ってるんですけど、ハルピョン大得意分野じゃん、やったねって多分思うと思うんですけど、私のグイグイがちょっと無理でしたはい、なのでちょっと画面の端かもしれないけど映ってる私を見てください、よろしくお願いしますあのみんな大好きあの髪型はしましたのでちゃんとそうですね、ちょっと猫5匹ぐらいかぶりました、はいごめんなさい、だからもう期待ゼロで見てください、よろしくお願いしますちょっとあの中でグイグイ行くのは無理でしたサイレントムーンさん、マジカナバナナちゃん、ハートありがとう、キュンです、ありがとうございます、
ありがとうございます。そうですね、猫が好きなので猫5匹ぐらいかぶりました。でも将来飼いたいのはウサギか犬です。ごめんなさい、引っかかれたくないです。スクツに行きます。マジカのバナナちゃんハートたくさんありがとう、キュンです、ありがとうございます。 ありがとうございます。ほと弓、ほと弓、猫は飼いたいですよ、もちろん飼えるんならね、猫犬うさぎ全部飼いたい、ハムスターも飼いたい、でもやっぱなんだろうな、うん、ごめんなさい。いや、高見菜さんがね、高見菜さんもゆいさんも猫飼ってて、なんかもう推ししか勝たんって思ってたから猫飼いたいと思ってたんですけど、いやなんか前にペットショップに行ったって言ったじゃないですか。そう、そしたら可愛いトイプードルちゃんがこっちを見てこうやって来て、それをずっと見てたら、あのペットショップの方が抱っこしますかって持ってきてくださったんですよ、そのワンちゃんを。もうそのワンちゃんを私はお膝の上に乗せた時から、もう私の中ではもう犬を飼うって決めました、将来。はい、パンダさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。マジカナ、マジカナムーンさん兄弟かな、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。作太郎さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。何年後、まあわかりません。それはわかんないけど、犬ってでも高いんだよね、めちゃめちゃ知ってる。知ってる、犬ってめっちゃ高いんだよね。ちなみにもうそのワンちゃんは売れてるらしい、売れちゃったらしい。そう、あの子めっちゃ可愛かった。なんかね、あのそのなんだろう、ショーケースみたいなところではもうめちゃめちゃもう走り回ってやんちゃやんちゃやんちゃワンちゃんなんです。でその店員さんっていうかペットショップの方が来たらなんか出して出してみたいな、甘えてちゃんなんですけど、あのお膝の上に乗ったらもうシーンみたいな、もう僕を撫でて、僕なのか私なのか分かんなかったけど、ちょっと女の子だったかな多分、私を撫でてくださいって感じ、もう本当にもう私が欲しいワンちゃんはこの子ですって思ったんですけど、ちょっと今は飼えんなと思って。サマウッチーさん、パンダさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。サミちゃんさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。シワイさんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ありがとうございます。せやねん、だから断念した。自分のお金で買うならいいよって言われてたかな、ちょっと分かんなかったけど、ワンちゃん欲しい。私のお金で買えるかな、今どんぐらい銀行にどれぐらいあるんだろう。急にリアルな話し始めちゃった、やばいやばい、アイドルダメよ。でもなんかレイちゃん、藤園レイちゃんにこの話を、てかエイトンがいる時にこの話をねこの間したんですけど、そしたら、え、でもトイプードルってマジでなんだっけ、トリミング代めっちゃかかりますよって言われて、ちょっと思ってます今。
本当にトイプードルってトリミング代本当にもう本当にマジでかかるんですよ、本当に高いですよって言われました。レイちゃんが高いって言ったらもう庶民ピーポーハルピョン払えんよ本当に。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。トリミングならお任せください。え、元トリえマジで言ってますか。え、本当に任せに行くよ。そんなんアイドル卒業したら任せに行こう。サクタロウさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。サスーさん流れ星ありがとうございます。え、待って、これさピョンズにさ何でもさなんかいろんな仕事やってる人いるじゃないですか。え、そんなんもう全もうなんか全部頼めそう。トリミングしてくださいも頼めるでしょ。お家ここ壊れちゃったんです。大工さんいますか。あのちょっとストレートネック気味なんですけど、ちょっと整骨院さんいますか。え、やばい、もうピョンズが私の頼みだ。え確かにアップルの会社の人はいなかった。ピエン、今の AKB はあまり知らないんですが聴いておいた方がいいおすすめの曲は何ですか。47の素敵な街へです。機械の修理は任せろ。ええ、任せます。荷物運びます、ありがとうございます。運転手ならします。あ、でも車運転するのは好きなんで、あの車ください。やばい発言してる、やばい発言してる。介護なら、あ、あの将来のママピョンをよろしくお願いします。踏みたい時は呼んでくる。あ、わかりました。いつずっと呼びません。はい。文字ならいくらでも、おお、私の課題をもう書いてください。やってください、お願いします。うまいチャーハンなら作れます。大事、美味しいチャーハン大事ですよ。パラパラですか。とても大事。超大事。ご飯作る、え、料理人、はい、料理人、あ、料理人まではいかなくてもいいけど、あのなんか食べ物作るの上手です、料理好きですって人いたらもう最強。割と何でもそこそこできます。嘘、もう神を見つけました。大学生ですがパソコン関係なら人と、うわー、私にあれ教えてください。あのなんかシフトなんちゃらみたいな、なんかあるじゃないですか。私全部わかんなくて、全部もうクリックとかでいっちゃうんですよね。コピーペーストとかも最近ペーストは分かるようになったんですけど。待って、いっぱいいる料理できる人。やった、キャリーバッグなら、すよりなら。キャリーバッグ、私タイヤ一つ壊れたんですけど大丈夫ですか。軽い配線と水回り程度。ボイラー壊れました。あ、もう治ったんで大丈夫です、ありがとうございました。必要じゃなかったみたい。早い、振られちゃった。早い。交通誘導は大事。ショートカット、それです、ショートカットキー。はい、それです。肉じゃが作れるだって。待って、どうしよう。足の小指の周囲、あ、小指はもう治りましたね。あ、でもただ最近ちょっとあの私本当に指、足の指周りがもうなんか神経通ってないぐらいの、本当にいつもぶつけるんですよ。小指だけじゃなくて薬指もぶつけたし、今日親指ぶつけたし、意味わかんなくない。まあそんな痛くなかったんで大丈夫なんですけど。あー、もう壊れたキャリーは捨てました、バイバーイ。雪かきするよ。あー、もう冬に大活躍。パパピョン、パパピョンが喜びます。接客なら神対応します。ウォー。
やったぜ。さ、そんな感じで皆さん本日はありがとうございます。ちょっといろんなね、ピョンズのいろんな、ピョンズってこんなにいろんなことできるんだっていうのが分かりました。もう幸せ。待って、私何もしなくていいじゃん、周りにピョンズがいたら。ピョンズが本当に何でもしてくれるならね。うん、みんなね、みんな仕事頑張ってんだね。急になんかさ、ただ私の配信を見に来るちょっと変な、なんか変なって言っちゃった。ちょっとなんか変なメンバーの変、なんか変な配信を見に来るあの変な方たちかと思ってました。嘘ですよ、嘘ですよ、ノリですよ、これもノリです。はい。ノリですよ。待って、みんなが本気にしちゃってる。ノリです。大好きです皆さんのこと、これからも。富山にオフィスピョンズ立ち上げて、来てくれますかみんな。何もしなくていいじゃん、私みんなに好きだよ頑張れって言ってたらもうみんな頑張れる。あ、やばい、待って、テクテクします。はい、ちょっと時間があと6分しかないので、あと5分になっちゃった。はい、皆さん歩数送ってください、ちょっとやばいので。サミちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。みんな歩数送って、やばいよ、焦る。星で働きます、星。竹兄さん、ミラボールありがとう、明日歌う。差本べきおさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サッシーさんのなんかいとこかなんか聞こえますね、さしもとさん。サクタロウさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。いない、いない、いないね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 。もう出てきても知らないよ。本日の私の歩数はこちら、だけで7864歩、イエーイ、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。昨日とは違ってハルピョンたくさん歩きました。7000歩ぐらい昨日より歩きました。竹蔵さん、竹兄さん、ミラーボール明日歌います。はい、ランキング読みます。1位パンダさん、ありがとう。2位キクアニさん、ありがとう。3位サットさん、ありがとう。4位サクタロワと、可愛いとは橋本春奈のことである、最強です、ありがとう。5位くじの大吾さん、ありがとう。6位 A ダッシュアットピョンドさん、ありがとう。7位ともゆきさん、ありがとう。8位サックミックさん、ありがとう。9位サマウチアット、今日は千葉、茨城、埼玉、東京飲んできました。え、なんで呼んでくれないの私を。え、なんで一回富山寄って茨城寄ってもよかったくないですか。え、おかしくない、なんで私を呼んでくれないの。10位ネバーストップアット、七夕の願い事は8月8日当たりますように、当たれ。11位だいぶ変な、だいぶやばい。だいぶ変な元トリマー兼動物看護師、やば。え、ちょっとじゃあうち来てください。ちょっとマメちゃん、マメちゃんの、あの、いや小麦は基本大丈夫なんですけど、豆がねたまにね草食べなくなっ、あ、最近はないんですけど草食べなくなったりするんで、ちょっと来てください。待って、来て、待ってます。12位てかすごいよね、え、今びっくりしてる。12位サスアット、チームメイトハマってます、アットサルピョン好きです。サルなのかウサギなのか全くわからんが、ありがとう。13位スミちゃんアット、橋本春奈への愛が大きいがゆえ、エイトの日昼夜入るよ、ありがとうございます。でもありがとうございます。何のでも分かりませんがありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はクローニンさんです、ありがとうございます。そうですよ、もちろんただ、ただですよ、うちの豆に会えるんだから幸せだろ。
ということでありがとうございます。なんだっけ、ゼロサムの後ってなんだっけ、ゼロサムってててれてて、てれてれてててれてれですよね多分。強がり無理かな。いや歌える、歌います。さっきの竹蔵さん竹兄さんの分、強がり時計を止めてどんなに頑張ってみても溢れてしまうは涙、ストピストピストピ。ありがとうございます。2人ありがとうございました。それではそれではそれでは最後に、キャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けすっちゃ。富山県出身代表ハルピョンこと橋本春菜でした。皆さん本日はありがとうございました。終わった、まるバイバーイあ、ゼリー本当にありがとうございました。あの美味しく味わえて、味わいたいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとう、またね。ゼリー大好きハルピョンよりバイバーイ。